やっぱり追加点を取られていくとだんだんと苦しくなりますよね。いい打球がライトのスタンドでこれ向かって、明石のホームランが出ました。今シーズンの第1号ホームラン出ました。やはり明石が言っていたように、4打席立って自分のバッティングを作っていきたいと。2打席はこの試合抑え込まれていたんですが、3打席目でホームランです。しかもホームランバッターではない明石にホームランです。これは秋山監督もびっくりといった感じかもしれませんね。今の笑顔はねでかい点だなというような表情でしたよね。高めに入ってきました。今シーズンプロ入り9年目のシーズンですが、通算で5本目のホームランが出ました。5対2、追加点がホークスに入ってリードは3点に変わっています。